皆様、本日はご来場ありがとうございます。今から私4曲歌いますが、ちょうど大学で勉強して卒業した後、私はウィーンの方に留学いたしまして、ウィーンのコンセルバトリウムで、リートラトリオカ、それからオペラ科の方で勉強いたしました。で、帰国後は、ドイツリートを中心に研究等ですね、研究発表等を行いましたが、同時に日本歌曲の方もライフワークにしてきてまいりました。私が大学の時に、ついていた師匠であります三林輝夫先生は、フランス歌曲が有名な大家でございましたが、同時に日本歌曲にも精通しておりまして、そういった中で、先生とレッスン等をですね、行いながら、やってきておりました。で、今回歌う曲は、どれもが先生といろいろレッスンをしてきた曲なんですが、で3曲目の長崎の鐘といいますのは、実は長崎の原爆資料館に行きましたとき、永井孝博士が書いた本がありまして、もうそれを読んで非常に感銘しまして、この中に入れております。それから、もう一つ最後の良かったという曲は川口浩平さんという方が、作りましたが、これはちょうど私の師匠、その時の師匠の三林輝夫先生と同級生で、三林先生のためにこの曲を作って書いたというふうな話がありまして、これを歌わせていただきます。Thank you.
真珠か夜明けの霧か、それとも私の忍び泣き。船はゆくゆく鳥屋の花を濡れて、
かった。黙っていてよかった。悪口を言わないでよかった。微笑んでよかった。黙っていてよかった。悪口を言わないでよかった。怒らないでよかった。優しく言ってよかった。お祈りしてよかった。息子もダウンですけども、息子を出産する前から
応援してくださってる方たちでいただきました。この場を借りて心からお礼を申し上げます。ありがとうございます。今歌いましたのは私広島出身なんですね。でこれ中国地方の子守歌、古くから伝わる曲を山田耕作が編曲をいたしました。で私が小さい頃よくうちの母が私にこの曲を歌ってくれてたのを覚えてるんですね。だからずっとこの曲は好きな曲の一つです。で私も息子のために毎日歌ってたんですけど全く覚えてません。悲しいからなぜかなって感じですけど、はい。でこれからは中田喜直の作曲した3曲、とても有名な曲を続けて歌いたいと思います。はい、では続けてお聴きください。
Thank you.
違います違います、何がどうとはもとより知らねど、嫌なんです、あなたの言ってしまうのが。おまけにお嫁に行くなんて、よその男の心のままになるなんて。
品をだんだん捨てるとどうしてこんなに綺麗になるのか。年で現れたあなたの体は無縁祭を飛ぶ天の金属、歯の立たない中身ばかりの精烈な生き物が生きて動いてさっさと意欲する。
口書の赤い手触りがたもとにある。やっとラジオから解放された。寒夜の風が道路にある。貪食の念がさ、がらんとした家に待つのは知恵子。何度お呼び込む。懐のたい焼きはまだほのかに熱い。潰れる。さつき晴れの風。
猫がそれをパラパラ投げる。波打ち、すすぎもまた
草を敷いて座し、私の手に重く持たれて泣き止まぬ倒しする。私もじきダメになろう。意識を襲う宿命の鬼にさらそれから
の手でしたような漆器を一つして、あなたの期間はそれなり止まった。写真の前に刺した私はいつまでも立ち尽くす。人は屏風を逆さにする、人は色を灯し光沢、人は知恵子に化粧をする。そしてことI'm not afraid to die.
くなる。
今日は本当に、この演奏会にお越しいただきありがとうございました。そして最後まで聴いていただいてありがとうございました。この支援交渉は、私のライフワークの一つでありましたが、なかなかやっぱり全曲を演奏するというのは至難の業だったんですが、なんとか、ファミリーで、これを頑張っていただきました。ありがとうございました。また日本の叙情歌曲もですね、今日やりましたけれど、やはり日本のやっぱりこの文化、芸術、素晴らしさというのをやっぱり改めて感じております。ぜひこれからも演奏会ございましたら足を運んで聴いていただければ幸いに思います。本日はどうもありがとうございました。皆様どうぞお気をつけて。